ソラ、あいつを捕まえて。何かあったのか。あいつ、ジャファーを魔法のランプから出しちゃったんだ。ジャファー？オロジ、お前の持ってるランプをよこせ。ではドブネズミの諸君、ごきげんよう。こやつらを叩きのめせ。これはダメだな。仕方ない、ジャファーは放っておこう。どうしよう。水臭いじゃないか。あるこういう時に友達に頼らないで一体いつ頼るんだよ。その友達がちまちましたことが苦手ときたらなおさらだろ。はてーな魔法にみんなが目をまんまるにして驚くのがアルの親友は大好き。やあジーニー。ソラ、ソラたちもこのジーニー様の魔法見たいよな。もうジーニー頼むよジーニー。行くぞ。こりゃ簡単すぎるね。ちょっとばかりがっかりだな。次はもっと手強い相手を頼むよ。行き止まりか。頼りになるね。Let's go.
足を。やっ、ふっ、はっ、おりだ。久しぶりだな、ジャファー。本当にここ？やあ。ごめん、許して。この通り。実は俺、アラジンたちをここへおびき寄せろってジャファーに脅かされちゃって、ほら、あいつに睨まれたら誰だってな。ジャファーは？なあアラジン、俺を許してくれるかい？ジャファーはどこだ？今頃王宮を攻め落とそうとして。なあアラジン、騙すつもりはなかったんだよ、許してくれよ。許せないな。お前、俺たちの仲間なんだろ。なのにジャファーが勝つ方にかけたんだよな。騙したことよりひどいぞ。ごめんよ。
ゆっくり休んでなよ。ありがとうな。さあ急がないとジャファーが。お前が言うなよ。王宮はあっちだ。行こう。